はい、今日はブロンコビリーに来ました。生クリーム？これはあれか、コーヒーゼリーの生クリームかな。杏仁豆腐とトロピカルポテトサラダ、サラダバーから持ってきました。これがね、ちょっと変わってて、なんかジュレが入ってるパスタです。キャベツとトマトとわかめと玉ねぎで、これはセットのコーンスープです。デザートのシフォンケーキです。チョコレートアイスが添えてあります。はい、今日はこちらのブロンコビリーで夜ご飯を食べてきました。チャオっていうクーポンサイトを使うシフォンケーキとドリンクバーがいただけて、かなりお得にご飯を食べることができました。しかも今またこんなクーポン券を配ってて、削ったら200円